ホットスプリングス国立公園の一ホットスプリングス国立公園はアーカンソー州中心部ホットスプリングス市に隣接する米国の国立公園である。当初はホットスプリングス保護地区として1832年4月20日米国議会の法律により設立されたが1921年3月4日国立公園となった。 面積は2 2 2 4 6ートルで、米国で一番狭い国立公園でもある。ホット・スプリングスとは、英語で、熱水泉のこと。温泉は、ウォッシュタ山地の一部であるホット・スプリングス山の西斜面から流れる。公園内では、温泉は、自然の表面現象としてそのままの状態で、守られてきたわけではない。その代わりに、 一般公衆用の汚染されていない湯を何とか枯渇させないようにされてきた。公園内の山も温泉を供給する水の循環を保護するためこの哲学に従って管理されている。人々はリ町ウマチ、その他の病気の治療のために200年以上の間当時場で温泉の湯を使ってきた。また、大戦中、大戦後には 小病者の看護のための病院施設が多数設けられた過去も持つ。保護地区ではあったが、この地域は世界中から裕福な当事客だけでなく、貧しい当事客も引き付け、アメリカの温泉街と呼ばれる有名なリゾートに発展した。公園はホットスプリングスの中心街の一部を含み、国立公園の中で最も行きやすい公園の一つである。数多くのハイキング用の道、 キャンプ場がある。温泉に入ることはできるが、追加料金がかかる。バスハウス通り、地域全体がアメリカ国定歴史建造物地区となっている。この地区には、北米の同種のバスハウスが見事に集まっており、金ピカ時代の建築様式の結出した多くの実例がある。バスハウス通りにある、ホーダイスバスハウスは、公園のビジターセンターとして利用されている。 バックスタッフは現在元の大きさで営業している唯一のバスハウスである。通りの他の建物は現在屋内の復旧工事中である。歴史的価値のあるバスハウス通りが見えるホットスプリングス国立公園の航空写真。左から4番目の建物がビジターセンターとして用いられているホーダイスバスハウス公園は近年ますます人気が高まってきており。 2003年には来園者数が150万人を超えた。観光客以外の来園者も250万人に上る。ありがとうございます。